ライガーチャンネルをご覧の皆様、新日本プレスの重心サンダーライガーです。今日はですね、僕のいろんなことを見ていただく、ただ病院とかじゃなくてですねその見ていただくじゃなくてですね、今現在の運気というか運勢というか、あとこれから先の方向性というか、いろいろなものを占っていただくっていうと分かりやすいですかね。来ておりますかしこまりすぎじゃないですか、ライガーさん。いや僕ね、わーわー言うのは強いんですよ。言われるのもめっちゃ弱いのじゃあだから今までね、占いなんかね、あんまりやらなかったの。嫌なこと言われたりすると俺シュンってなっちゃうこの時ビビってます？え、若干ビビってどうしよう俺って思ってる。じゃあご紹介を。あ、そうですか、はい、はい。今日見ていただくのは細木静子さんの。和子さん。はい。え、細木和子さん。細木和子さん、今何つった？静子さん。誰だよちょっと緊張しすぎですって、ライガーさん。いや俺さっきリハーサルとでちゃんと言ったよな。緊張しすぎですよ何よりもビビりすぎですってさっき。いやいやいや、カメラ回る回すまでずっとビビってんすよ。だから俺今日やばいな、やっぱな。すいません、ほんとごめんなさい。いやいやいや、はい、それでは、細木和子さんの娘さんです。細木かおりさんです。この方でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に今日僕は調子悪いです本当に胃が痛い。僕ね本当に弱いのよ。見られるわけじゃないですか、はいはい、僕のそのなんかこういうのいろんなものをそれがね弱いんですよ。いやいや大丈夫です。何ですか、はい、あの全然母よりマイルドですから僕お母さんはテレビによく出られてるじゃないですか、はいはいはい。まあ言葉がいいのか悪いのかわからないですけど、割とズケッズバって言われるんですか、はい、ええ、僕あんなこと言われたら俺ここから飛び降りるかもしれないえーって言いながらそれぐらい僕もうね本当弱いんですよ。あ、なるほど。言うのは強いんですよ、ええ、ウェーウェーウェーは言う。いざ言われるとねもうシューンなっちゃうので、僕は若干今日本当に大丈夫だと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ライガーさんはですね、はい、六星占術で言いますと金星人プラスって言うんですね。金星人プラス、はいはい、で金星人っていうのは、すごくポジティブで、もう何事にもポジティブで、すごい楽しいこととか、そういうことが大好きなんですね。いきなり当たってんじゃんそうなんですよ、はい。ですからこう人を喜ばしたりとか、はい、楽しましたりっていうこともとてもお好きで、まあ、それは本当に持って生まれた成人の性質、まあ、それがとても出てらっしゃるなと思います、はい。でちなみに今年の運気はですね、立夏といいまして、とてもいい運気です。はい、ですから今までやられてたこと、またこれからやっていこうと思うこと、何かこう花を咲かせる、そういうポイントとなる年ですので、はい、今年はとてもいい年だということで。あ、本当ですか。で引退されて、はい、また新たないろいろなことを始められたということですけれども、はいはい、それもとてもいいと思います。こう今までとにかく安定した場所、まあ、ずっとあのプロレスの方で、はいはいはい、ずっとそういう長いことやられて安定した場所、そこから、一歩出て一皮向けるっていう年なんですね、はい。ですからこういう、まあ、YouTube ですとかまた違った形で、はい、ファンの皆様を、はい、楽しませるというのはとてもいい機会だと思います。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。売らないといいなこんなにいいんだったら早く受けれよかったら怖がらないけど。そうですね。まあただしですね、今いいこと言いましたけれども、あ、ここだよ、これなんだよ絶対あるんだよ家庭ですね。あんまりがっつり家庭に目を向けるタイプじゃないんですよ。ですから結婚生活が向いてるっていうわけでもないですし、すごく家庭的っていうわけでもないんですね。ですから割と自由な時間欲しいですし、束縛されるのは嫌だと思います。はい、当たってるやべえ
で、奥さんとは距離を持った夫婦関係を続けられた方がいいと思います、はいはい、あれ僕ね、家にいる時もちょっと一人になりたいかなとかね、2階パッド、まあ、部屋あるんですけど、そこに行ったりとかして半日いたりとかですよね、やっぱりするんですよ。もうそれはもう神様知ってるんで、ずっとべったり夫婦で一緒にいて家族で過ごすっていうのはちょっと苦手なんですね。だからプロレス回ってたのよ、従軍出ちゃったら2週間3週間帰らないじゃん、うん、だからこう普通のご家庭みたいに、まあ、毎朝、まあ、朝行って帰ってきてっていうそういうものよりも、まあ、ちょっとたまにこう距離を置いて生活ができるようなライフスタイルが向いてるいやでもそれはショックとかなんとかじゃなくて、うわ当たってるわって、僕本当そうなんですよ。あんまりそんな神さんに言えないじゃないですか、だからなんとなくそれちょっと2回上がってくるわとかって言ってましたけど、はいはいはい、子供とかその神さんが嫌とかなんとかじゃないですか、うん、なんかこうふっと一人にしてほしいな、今日はあんまり僕に関わらないほしいな、うん、みたいな時はふっとあるんですよ。そうですよね。だから僕たまには神さんに聞くこともあるんですよ。女の人ってやっぱりご飯作ったりして家にずっといるけど、はい、たまに一人になりたいと思わないって言ってあんまり私はないかなとか神さんは言うんですよね、はい、僕はあるんですよ。嫌じゃないんですよ、家庭は、うん、そうですね。結婚したらある程度 その距離感を保った形だからこそ今までうまく言ってたんだと思うんですよ。そうかそうか、仕事もそういう仕事でしたから、なんで、まあ、引退されて、まあ、今ちょっと私生活の環境分かりませんけど、はい、そのちょっと距離が、はい、あんまり近くなったりとか、はい、そういう風になってくるとちょっとしんどい。そうなんですよ、うん、コロナの時が一番しんどいいや、よう喧嘩してたんですよ。でテレビとかでも、まあ、そういう家庭が増えてるっていうのは、あんまり大体みんな一緒なんだろうなと思ってたんですけど、でも僕はそういう理由があったので、金星人っていうのは特にコロナの状況の時きついと思うんですよ。もうずっと家にいなきゃいけないっていうのは一番苦手だと思う。2ヶ月ちょっとぐらいずっとうちでしたからね。だからちょっといい関係を保つにはいい距離感を、はい、保っていただいて、はい、そして老後も末永くうまくいくような感じを整えていただいたらと思います。ありがとうございます、はい、わこれはよし、来たなあとはね、今ちょうどすごくこう恋をしたくてたまらないというか、恋、何かこうちょっと今まで一生懸命やってきたことを一段落して、また新たなことをいろいろやる中で、まあ、そういうような気持ちが芽生えてくる。女性関係もめんどくさいよねそうだから本気っていうのはないと思うんですよ。なかなかどちらかというと遊び。ライガーは遊ぶんですか？すいません、ライガーチャンネルをご覧の皆様、そんなね、ライガーは遊んでるのあんま遊びにじゃないと思うんだけど、もしそうなったらよろしく頼む。見えしないな、ね、ないよね、ないな。まだからおいらくの行為じゃないけど、燃え上がっちゃったら止まんないって感じなんじゃないの？そういうことですね。だからそういう方向に行ってしまった時はやっぱ気をつけないといけないので、まあ、自分がちょっとやばっていう時は、まあ、一瞬でもちょっと私の顔を思い出していただいて、はあ、ちょっとこれ以上行くのやめようというようなセーブをですね、とどまるとか、していただけたらなと思います。ライガーさん、モテるんですか？モテますよ。おい、ちょっと待って、おいセミアルでもね、僕ね、若い頃ね、あんまり女気がなさすぎて、ファンの人から僕の本名はね、はい、Y 君、山田君は、山田選手は、あれ、本物なんじゃねえかっていう噂を登るじゃん。女の噂は全くないし、女気が全くないから、はい、男ばっかり連れて遊んでたから。他の選手と比べると、モテるっていう意味じゃないんですよ。それはご自身の感覚がないだけだと思いますよ。じゃあ、本当だ。女性から見たらそういうふうに思ってるけど、ただあんまそういうアプローチがなかったり、自分にかが感じなかったりっていうことだと思いますよ。じゃあ俺今まで目の前をいろんな女性が通ってたんだろうね気づかなかったんだやっぱり仕事でも何でも自分がこう楽しいとか夢中になれることがあれば満足なんですよ。おはいもうそれでよしなんですね。だからこう次から次へ自分がやりたいこととか何かこうやってみようみたいな、はい、そういうワクワク感があればいいんですよ。はい、まあ、またごはんそういうものがなくなってしまってっていう時が一番危ないんですね。それは大丈夫かな
食虫植物やってんじゃん。あ、そうですね。あれつきっきりじゃん、今福岡戻ったら、うん、演技おじさんやってる。楽しいしょうがないですね。楽しいしょうがない。でもじゃあ全体的にはいいってことなんですね。はい、全体的にはいいと思います。ただ来年は賢弱といって、はい、小作会、六星戦術は小作会というんですけれども、ちょっと一つお休み、小休止した方がいい時期なんですね。で、今までこうバーッと割と金星人っていうのは何でもこうやろうやろうと思ったことをすぐこう飛びかかってしまうんで、ちょっと来年は一旦今現状あるものをやった大事にやってもらって、少しちょっとブレイク入れる時期、そして体に何か問題が出たり出やすい時期でもありますので、今年いいうちに自分の健康診断ですとか、ちょっと体の方にも目を向けていただいてということをされたら先生すごい。俺なんてこの間検診行ったもん。ピロリ菌の。ピロリ菌の。え、なんでピロリ菌みんな笑うの？いや具体的だなと思って。ピロリ菌って具体的なワードできたんで。うん。なんか吐き気してさ。ああ。で、これやばいなと思って。うちの家系がみんなガンだったんで。はい。で、行ったのね。で、じゃあピロリ菌のあれ検査してって言ったら、ピロリ菌あるから薬飲みましょうって1週間ずっと飲んだ。で、再開戦行ったら、もういいよ。じゃあちょうどいい時期ですね。ね、先生すごいな。めちゃめちゃいい。なんか鳥肌だな。じゃあこのライガーチャンネルみたいなこの YouTube やってることもいいことなんですか？あ、いいと思います。あ、本当ですか？はい。え、このメンバーですか？まあメンバーはちょっとこれからです、ね。これから。もうライガーさんが始められたことはすごくいいと思います。